そうよ、これがあったわ。リムルだけでは倒せなかった怪物。もしもあの時ミリムがいなければ。おる、帰るぞ。ああ、そうだ、カリオン様にぶん殴られたのは覚えてる。そこから先は記憶がぶっ飛んでる。情けねえ、情けねえって、そんな気分だったのは間違いない。あんなピエロどもの口車に乗ったこと、カリブディスを飼いならせなかったこと、目の前にあんのにカリオン様の背中は遠い。その理想叶えてあげてもよくてよ。あと、そうだ、自分の流した血に誰かが映ってて、そいつが喋り始めた。そこまでは覚えてる。今のところあいつらの魔素は安定してる。もう大丈夫だとは思うが、本人たちはまだ実感ないだろうし不安だろうな。こないだはホットチョコレートだったが、今夜はココアでも作ってやるか。わあ、なんだ、ココアが光ってる。エンチャントココア。ああ、違うな、この光は。ココアどこ。なんちって、今度はいつのパラレルワールドだ。よう、待ってたぜ、リムル。リムルテンペスト。その格好、フォビオ？フォビオなのか？蒼天河のフォビオ。地を行くだけだった黒ひょうとは違う。今の俺は、天上天下の全てが狩場だ！個体名フォビオは体内のカリュブディスを掌握し、魔王種への進化が完了しています。魔王、あのカリュブディスを。今度はそうきたか。いるんだろう、イジス。今回もお前の差し金なんだろう。出てこいよ。無粋じゃねえか、リムル。今は俺とお前しかいないんだぜ。イジスなんざ関係ねえ。いやいや、お前もイジスに操られて俺を殺そうとしてるんじゃないのか。俺はもうかつての俺じゃねえ。そう何度も利用されてたまるかよ。今の俺は純粋に、ただ純粋にお前と戦ってみたい。うわぁ、まいったな。話は通じそうだが、戦いたいって言ってる以上、話し合いで引っ込んでくれるわけないか。助けてもらった恩を忘れたわけじゃねえけど、だからこそお前を超えてみたい。そうでないとカリオン様の背中すら見えねえのさ。やる気満々じゃねえか。わかったよ、来い。行くぜ、テンペストスケール。そんな色ともさせるか、グラトリー。それだ、俺を救ったそのスキル。もう一発撃ってみろ。余計も防ぎもしねえ。随分な自信だな。消えちまっても知らないぞ。ほら、グラトリーおかわりだ。今度ばかりは食えなかったな、魔力妨害。カリブディスの時も本体は食えなかったもんな。でもあの時とはいろいろ違う。カリブディスには腐食効果が効いてた。でもこいつはそれすら効いてない。それにここにはミリムがいない。これ結構まずいんじゃないか。今度は俺の番だ。殺しちまったら悪いな。終わりにするぜ。
始めましょう。成敗してきますね。そこ逃がしません。行きますね。これでおしまいですわ。なんだと。戦果は上々ですね。やっぱりやるな。お前もな。見えすいた世辞だ。まだお前そこを見せてないだろ。お前もな。まあな。いつまで遊んでるの、フォビオ。やっぱり出てきたか。いいじゃねえか、もう少し楽しんだってよ。あなたに楽しむ余裕があると思って。力の差は明白よ。カリブディスにならない限りリムルには勝てない。うるせえ、すっくんでるババア。俺に命令していいのはカリオン様だけだ。冗談じゃないわ。いたずらに長引かせてリムルに食べられたいの。食われて上等。そうなったら俺はそこまでの器だったってことよ。戦いの勝ち負けも痛みも充実感も、結果死んだとしてもその死すら俺だけのものだ。こいつは俺の獲物だ、お前のじゃねえ。もう一度言うぜ、突っ込んでろ。あなたといい、シンシアといい、私のスキルから生まれたくせに私に抗えるなんて。やっぱりヴェルドラの因子を持つ者は手に余るわね。ヴェルドラの因子？個体名フォビオの中にあるカリュブディスのことだと思われます。そういやトライアさんが言ってたか、ヴェルドラの魔素だまりから生まれたのがカリュブディスだって。だけどシンシアもってどういうことだ？にしやがるクソババ。今よ、宿主が弱ってるわ。主導権を奪いなさい、カリュブディス。うっ、あっ、あっ、くっ、バカ野郎、汚ねえぞ、エイジス。バランスが保てねえ。これってかつてイフリートがシズエイザワから主導権を奪還したのと同じ現象です。フォビオの力が衰え、カリュブディスを制御しきれなくなっています。私に背いた時点であなたは夢から覚めるべきなのよ。魔王を喰らいて目覚めなさい、カリュブディスを超えたカリュブディス、オルキヌス・オルタ。おい、この音、また鱗飛ばしてくるか。あれなんだこれ、フラフラする。オルキヌス・オルタの発する超音波によって
三半規管に異常をきたしています。人体器官を使わず知覚を魔力感知のみに切り替えることを推奨します。この前の大雲どきといい、また人体を攻略してきたか。急所になる期間まで再現しちゃってた。このサメも出てくるんだったな。また一匹ずつ倒さなきゃ。なんだ、何もしてこないぞ。俺を囲んでどうする気。言えない、魔力感知が効かない。コク、メガロドンの群れに囲まれたことで全方位を魔力妨害のカーテンに包まれた状態です。嘘だろ、魔力感知もダメ、目や耳もダメってことか。こいつらめちゃくちゃ賢くなってんじゃねえか。魔王種を取り込んだことで思考速度が向上、集団での狩猟術を身につけているようです。まるでシャチの囲い込みだな。で、俺はイワシか。氷河爆炎症との融合により起爆効果が付与されたテンペストスケールです。多重結界、無効、身体走行不能。人体だけじゃない、こいつらスライムボディごと俺を攻略しに来てる。7時の方角より第2波が。ま、大賢者どうした。マジか、魔素が使えないってことは大賢者まで完全に身一つで、しかも見ざる聞かざるで戦えってか。何をしても無駄よ。消えなさい。怪我してない？うん、大丈夫そうだね。と弱ってくれたか。そんな、頑張っただけだけでどうして攻撃が当たるの。こっちは本物の魔王と稽古してんだ。ここで役に立ってもらわないと報われねえよ。お前を倒せるのはミリムだけじゃないってことだ。ここまで強くなったなんて、なんてスライムなの。あ、そうよ、スライム。シンシア、シンシアはどこ。オルキムソルトが消滅する前に食べてもらわないと。はーい。あ、お、いた。あ、母様ただいま。あれ、あ、いただきます。
じゃなくて、ごちそうさま。まあ、こっちから探す手間が省けたわ。うわあ、パパ！どうしてパパがこっちにいるの？もしかして、ついに一緒に暮らす決心がつきましたか？ちげえよ！俺はすぐにでも帰りたいんだよ！そんな、いい加減娘って認めてくださいよ。大体お前な、俺が父親だってのはイージスに吹き込まれただけだろ。逆になんで滅多に会ってなかった俺のことを父親だなんて信じ込めるんだよ。だって疑うだろ、普通。疑うわけないじゃないですか。ええ。だって初めてパパに会ったら、パパだって気持ちが溢れたんです。パパだって小さい頃そうだったはずです。生まれて最初に抱きついた人が、その温かい人が親じゃないかもなんて、最初から疑う人なんかいるわけないじゃないですか。そういやそうだな。親父やお袋って別に誰に言われたわけでもなく、最初から親父でお袋だったしな。親子ってそういうものじゃないんですか？少なくとも私はいっぱい悩んで、それでもあなたがパパだったらいいなって思ったんです。母様がいて、私がいて、それでパパだけいない家なんて嫌です。シンシア。シンシア？ズピ？せっかくパパがここにいるんだから、二度と逃げ出せないように捕まえなくちゃ。ね？でも、どうやればいいんですか？焼くのも切るのも効かないですし。物騒すぎる。確かに、大抵の力はリムルに通用しない。でも、これを食べれば。何ですかその生首。オークデザートの頭よ。これを食べればリムルを抑え込めるはずよ。そうなんですか。見た目あれだけど、いただきます。やば。豚は豚らしく餌になってもらうわ。この子をシンシアに食べさせれば。確認しました。個体名シンシア。進化を開始します。来る、みなぎってきます。体内の魔素、スキル、彼女の持つ全てにおいてリムルテンペストとほぼ同じ条件、水準になりました。この万能感、なるほどです。これがパパの見ていた景色なんですね。個体名シンシアはグラトニーを獲得。さあシンシア、思いっきりグラトニーを解放しなさい。やってみます。吸い込まれる。超質量のシンシアがグラトニーを完全解放したことで、彼女の腹部を中心に強力な重力が発生しています。シンシアの質量はマスターのそれを上回ります。彼女の重力に逆らうことはできません。重力に逆らえない？しまった、そういうことか。さあ、熱も斬撃も打撃も効かないスライム。だけど唯一重力の影響は受け続けてたわよね。そっか、攻撃
が効かないなら逃げられないようにぺしゃんこに抑え込んじゃえばいいんですね。だから物騒すぎるっての。5秒の世界が持たないわ。素敵よシンシア、その調子でリムルごと全てを飲み込みなさい。なんだここ。解析。メガロマニアの素体と断定。何者の理想も反映されていない虚無の空間です。虚無の空間。住み心地はそうですね、何もなくて寂しくて。寂しいのは嫌だな。やっぱりテンペストに住む方がいいや。こんなところに住んでたのか。本当に寂しいところじゃないか。こっちですよパパ。うん、だからか。だからそんな必死になって父親を欲しがってるのか。もう話しません。全力全開で今日こそパパを捕まえます。止まってくれそうにないな。接近を感知しました。私の成長を見ててください。手加減は不要だぞ。分かった。こいつはおまけなのだ。感知しました。私の成長を見ててください。勇者として私よ。楽になれ。
楽しそうね。どう、覚悟はいいかしら。スキルでもなく単純に力負けしてる。なんでだ、同じスライムなのに。先に伝えた通り、シンシアの質量はこちらより重いです。それゆえ一撃のパワーもマスターを上回っています。なんで俺より重いんだ。シンシアの胃の中に一部マスターが捕食していないものが存在するためです。のことか。確かに俺がゴブとやランガを食うわけない。大事な仲間なんだから。だけどシンシアには友達もいなかったから。おコク、シンシアの引力に彼女自身が耐えきれません。このままでは自ら消滅します。な、シンシア、グラトリーをやめろ。嫌です、絶対に離さない。パパと母様とずっと一緒にいたいんです。ずっともっとそばにいて。パパ、そばに行ったら二人揃って消えちまうんだよ。死にたいのか。死ぬ、死んだら私はどこに行くの。どこも何も、何もねえよ。なんだ、ここと、そんなに変わらないじゃないですか。そうだよな。何もない、暗い世界で友達もいないとか。そりゃ、そりゃ多分、死ぬより寂しいよな。そうだよ。俺は本当に死んだ時、あの時ですら案外寂しくないって思えた。見取られて、転生して、大賢者がいて、暗闇の中でヴェルドラに出会えたから。それからもずっと、俺の周りには、いつも誰かがいた。だから仲間は食わないし、周りを巻き込むような食い方もしたことなかった。シンシアにはそれがないってことだよな。そりゃ寂しいよな。不安だよな。不安がってる女の子をどうしたら安心させられる。そうだ、安心しろ。寂しくなったらいつでも会いに来てやるからな。パパ、だから死ぬな。もうやめろ。お前が死んだら俺だって悲しいんだ。自分から近づいてくれた。今よ、飲み込みなさい、シンシア。ゴク、シンシアのスキル停止を確認。重力収束。嘘、そんな、そんな。一歩間違えば飲み込まれて終わりだったが、落ち着いてくれてよかった。しかし抱っこでブラックホールが消えるとは。本当の父親かはともかく、
こいつはただ親のぬくもりが欲しいだけだったんだよな。なあイージス、お前シンシアを抱っこしてやったか？何を？お前が本当の母親かどうかはどうでもいいことだったんだ。少なくともシンシアはお前を親だと思ってる。シンシアが生まれたばかりの時、お前は抱いてやったかって聞いてるんだ。鬼人の姫ともなればどどめき以上の魔物が生まれるかもね。えお姫様、あなたの理想を叶えてあげましょう。え、理想？そうですね、もっといろんな可愛いリムル様を見てみたいです。え？スライム？動かない。困ったわ、鏡の前にリムルたちがいる。今がチャンスなのに。やっぱりここはドドメキに任せるしかないわね。まさかそんな、たったそれだけのことで？この子に初めて会った時、思いっきり抱きついてきただろう。きっとそれがシンシアの望みだったんじゃないか。抱き上げなかっただけで、たったそれだけで私の計画が潰れたっていうの？俺だって父親になった覚えなんてないけどさ、それでも抱っこしてやるだけで不安や寂しさが少しでも紛れるって言うんならいくらでもしてやるさ。冗談じゃないわ。シンシア、何してるの？もう一度よ、もう一度グラトニーを起動なさい。疲れた、力もう入らない。パパのお腹あったかい？シュピー。スリープモードに入ったみたいだな。諦めろイージス、遊び疲れて寝ちまった子供なんて本物の親でも起こせるもんじゃねえよ。シンシアの寂しさを利用して暴走させたんだろうが、その寂しさをそもそも埋めてやらなかったのがお前の敗因だ。どうして、どうしてこうも。あなたたちスライムは私の神経を逆なでしないと生きていけないのかしらね。まだやる気かよ。その子を抱いたまま、これが避けられるかしら。シンシアごとバカ野郎。ちょっと、そんな靴下履くノリで足くっつける人初めて見た。びっくりしたじゃない、寝ぼけて足落っことしたんでしょう。そんなことあるかな。いや普通はない。ない？先生、ない。何がないのかわからないけど、確かになくなってる。足じゃない、もっと大事なもんを抱えてたはずなんだ。ん？大事な何か、いや誰かを。はっ、何今の力。リムルとシンシアを弾き飛ばすほどの魔力。この魔素の感触、シンシアの残滓。あの子が消えかけた時、私に流れ込んだんだわ。最高！これなら私一人でもリムルを殺せる。シンシアも必要ない。くだらない親子ごっこもしなくて済むわ。
ー